はい、はい、始まりましたラジオ8回目です。はい、8回目ゴールデンウィーク終わりましたね終わっちゃいましたね。結構長かったですか、うん、今回はどうなんだろう。長かったですね、ずっと青森いましたね。あ、結構ね、いろいろ、うん、いろいろ忙しくいろいろされてた感じですよね、きっと。そうですね、ちょこちょこなんかライブとか、うん、イベントとか出させてもらいましたね。はい、あ、何やってました。あ、そうですね、私も前半は青森にいて、うんうん、後半はちょっと県外にお出かけに行ったりしておりました、うんうんうん、いや、おかえりなさいませ、ね、あ、ただいま帰ってきました。前回は澤田さんの回、うん、そうですね、ゲスト回、ね、皆さん聞いてくれましたかね。ねえ、どうですか、はい、ねえ、咲ちゃんのこのね、あ、コメント力というか聞き上手力が炸裂してて、全然全然全然とんでもないです。全然全然澤田さんが何話振っても、うん、いろいろ、ね、はい、エピソード豊富なので、いや、楽しかったっすね。楽しかったですね。澤田さんのご自宅のようなところで撮らせていただいて急にいやー、おしゃれだね。ねえ、片付いて片付いて、ちょっと学ばないとなと思って、はい、いや、三谷さんちも綺麗なんじゃないですか。本当ですか、はい、物が少ない。あ、ミニマリスト、ミニマリスト。なんか最近ちょっとあの、はい、いや、そのスキンケアやろうかなと思って、あの化粧水とかがめっちゃ増えたぐらいですね。あー、やっぱりちょっとね、最近やらないとなと思って。やっぱりそうですよね。え、もともと何もやってなかったわけでは。何もやってなくて、すごい、そうなんだ。そうな、それこそちょっと後で話すんですけど、お偉いさんの高校で、うんうん、このズームで全校生徒の前で話した時に、うんうんうん、こう撮ってたんですよ、カメラ、うんうん、なんかめちゃくちゃ肌汚いなって思っちゃって、内容よりも。ああ。そっから始めましたね。なるほどなるほど、日焼けしました、なんか日焼け日焼けはしてないかもしれない、でもしたかもしれない、うん、なんか日焼けしました。外を歩いてたりしたので、ちょっと、はい、紫外線が強かったですよね。うん、確かに暑かったですよね。暑かった、30度超えとか青森でも。いや、特に昨日、ああ、子供の日は暑かったっすね。日焼けしますね、これからね。え、ちょっと肌気にしないと。ああ、ね、ケアして。なんかありますか、ケア。あ、はい、その美を保つ秘訣は全然美は何も保ってないんですけど、でも去年ぐらいからちょっと、うん、ちょっと結構やっぱカレーによるカレーをシワシワしょぼしょぼになってきたので、ちょっとあの毎晩、うん、シートマスクなるパックみたいなものをやってみたり、やってみたり、あの大谷さんが宣伝してるクリームを買ってみたり。あれ、あ、見ました、さっき、あのラビナの下の、あ、ラビナにありました。そう、 あれちょっと、はい、やってみてるとこです。なんかどれが良かったみたいなのありますか。あ、それなんだろう、なんか導入液とクリームみたいな、はいはいはい、美容液とクリームみたいなのが大体セットなのかな、うん、もうちょっとまあクリームだけ買ってて、うんうん、やっぱまたつけると気持ちいい、こう肌が元気なような気がしますけど、ちょっと値段がするので大切に使ってます。なんか YouTube チャンネルで、はい、ああ、なんとかヒロさん、ビューティーヒロさんね。ああ、水島じゃなくて、あの、すいません、小田切ヒロさんみたいな。そうそうそう、はい、その人見て今学んでました。ヘアメイクアップアーティストの、面白いですよね、あの方。あ、知ってますか？はい、知ってます。そうだ。元気になる。いや、本当に。うん、はい、っていうのを最近始めました。はい、あ、大事ですね。いや、大事ですね。タイトルコールしますか。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、せーの、サメサメと青森。ありがとうございます。はい、今回何話しますかね。今回はゲストなしの通常回、はい、8回、ほら丸2ヶ月
そっか。くらいですか。ですね。うんうん、意外と続いてますね。本当になんか毎回コメントをくださる方がいらっしゃったり、本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい。嬉しいです。ね、嬉しいですね。はい。ね、TikTok にそれで繋がってんのかな。ああ、どうなんでしょう。どうなんだろう。ね、どのくらい TikTok から聞いてくれてる方がいるんだろうか。確かに YouTube ちゃんと調べられるかな。飛んできてる人ちょっと調べないとな。ね、あ、そっか、最近インスタも始めましたもんね。うん、あ、そうですね、青森のさきちゃんでインスタを、はい、ゆるく投稿させてもらってね。はい、澤田さんのお店の紹介動画も結構見てもらってて、うん、やはりそう、新企画ね、ものづくりのやつ、はい、頑張りたいですよね。ですね、いろいろあのパターンで、あれ全部で何店舗あるんですか、マップだと。あのマップには20店舗ありますね。あ、はい、全部じゃあ駅の徒歩圏内ですか。一応そうですね、ゆっくり歩いて、はい、30-40分、一番遠いところで30-40分ぐらい。あ、そこどこなんですか。は、まあでもそうです、澤田さんの店、もうちょっと行ったところにある川の、うん、なんですか、セミオーダーみたいなのやられてるお店か、私もちょっとこの前、ちょっとそことはまた違うんですけど、うん、駅から見ると同じくらいの距離だと、うん、サボリーナさんっていうおみ、ま、あのなんだ、贈り物用の雑貨店さんみたいな、うん、贈り物にぴったりなものがいろいろ揃ってるお店があって、うん、まあ、それがちょっと同じくらい、40分ぐらいあれば歩いていけるんじゃないかというくらいですね。いいですね、あの企画、ね、どんどん、ね、ご紹介したいですね。ね、ぜひぜひ、うんうん、しかも最近 ラグノーさん攻めてますもんね。そうですね、ラグノーのお菓子が好きすぎてっていう、ね、うん、愛がすごかったな。いや多分みんなあのくらいあると思うんですけど、うんうんうん、ちょっとたまたま、いや、素晴らしい、私が代弁させてもらって。なんかまたシルバニア作る予定ないんですか。シルバニアは一旦満足したので、うん、ちょっと、はい、まあそうですね、機会があれば次、はい、お弁当企画が、ね、いよいよ始動。はい、はい、ちょっとお弁当作ったんですよね。ね、はい、美味しいお弁当、カロリー何カロリーなんだって感じだけど、ね、かなり高カロリーな美味しいやつが、うん、あれいいですよね、さきちゃん企画という。あ、ね、ちょっと、うん、何もない状態から三谷さんが今動画を作ってくれていて。あれって、はい、きっかけな何ですか、あれやりたいなと思った。あ、特にこういうのがあればいいなと思ってやったので、うん、確かにね、もうちょっとで動画が編集時こだわり、なんかそうそう、大変な編集でしたよね、きっと。はい、いややけどやってて楽しいので、お楽しみにということで、はい、演者がすごいんで。全然本当に、うん、あれまだなんか汎用できそうですね、他の、うん、楽しみね。あ、出ましたもんね。あ、そうですね、あれシリーズで、うん、あれとかこれとか、あれとかあれとかできたらいいなと思っていて、うんうんうん、そうそう、なんかゲストの回があったから最近の話してないなと思って。ああ、ね、最近いろいろあったんじゃないですか。確かにありましたね。澤田さんの時もちらっと喋っていただかもですけど、うん、そう、おいらせの高校でめっちゃ話した。そう、桃石高校さん知ってます。名前だけは、はい。で、なんと全校生徒350人の前ですげえ、なんかこうチャレンジする大切さについて話すという大役を任されまして、いややってきましたね。オンラインで、そう、本当は、ね、リアルタイムで行きたかったんですけど、うんうんうん、鹿児島にいたのでオンラインでっていうの、本当にそうですね、1週間前ぐらいにいただいて、うん、でしかもなんか生徒の方が見つけてくれたのかな、知ってるみたいになって、こう、
結構軽い気持ちで引き受けて、はいはい、やりますやりますもんね、そのテンションでやってから、はい、なんか15分自分の反省について喋って、ね、挑戦する大切さみたいなのも、15分ってあんな近くかな、ちょっとびっくりしましたね。ああ結構まだまだあるなって感じですか、喋ってて。あっという間、あっという間でしたね。もう15分のに多分作るの3日4日かかりました。あ資料、資料はちょっと、いやすっごいいい経験でしたね。なんか、そう、まあそれも自分で後で見てすごい感動したんですよ。でなんかそれはちょっと残したいなと思って、ちょっと後日 YouTube ちゃんと編集したやつもあげるんですけど、なんかそれ終わった後に、すぐ DM で生徒の方がなんか愛さめさんみたいに、ね、行動するの素晴らしい、頑張りますみたいなの来て、素晴らしい、ね、なんかやってよかったなと思いましたね。いいですね。ねえ、いやなんか8年間引きこもりしてたのであそっか、そういうのも経ての今っていう、そうなんかいい経験ができたなと思ってで、うん、それがそうそう奥入瀬で、うんうんうん、それこそ5月4日に奥入瀬グリーンっていう、うんまあ、フェスみたいなのがあって、うんうんうん、そこでライブ出させてもらったんですけど、4日、はい、そうそう、つい最近だ、つい最近、はい、ちょうど高校の前通ったんですよ、ね、あ、ここにあるんだみたいなすごい、もうちょっと、ねうん、時期がずれてたらじゃあ直接、ね、そう行けてたら、またなんか機会があればいいですね。で、ああ行けたなっていうのは、うん、たまたま会場で来てた知り合いの人があって喋ってたら、うん、その話をした瞬間に後ろから愛さめさんって言われて、パッて見れたらその生徒の子たちが話しかけてくれて、すごい、これでよかったですみたいな、ちょっと感動しましたね。嬉しいですね。いやありがたいですね、そんなことがすげえありました。あ嬉しいですね、どんどん知り合いが、いやーねびっくりですね。おそのフェスは、うん、がっつり歌ったんですか。まあ10分ぐらいだったんですけど、それも澤田さんが紹介してくれて、あそうですか、クラフトのやつも出展があったんで、うんうん、それ関係でご紹介いただいていきますみたいな、はいはい、へーね、えどんな場所だったんですか、あれって。なんか外、下田公園、知ってますか。あんまりわかんない。なんか広い公園にステージ立って、はい、でクラフトのとこもあるし、文句言えるとこもあるみたいな。あですね、結構人来たんじゃないですか、いっぱい来ましたね、来ましたね。なんかすごいハッピーな、ハッピーな空間、ハッピーな空間でしたね。いやすごいなと思いましたね。いいですね。天気は良かったんでしたっけ。うん、良かったですね。暑かった。あ暑かった。あ、まあ、全身また黒ずくめで、うん、がより暑いですね。光を吸収して、いや分かった。なんかしかも最近野外が多くて、あの春フェスティバル、はい、あ、はいはいはい、青森市あったじゃないですか、はい、あれも出させてもらった時も、うんうんうん、そうそうそう、まあ、ゴッタミックスさんで結構お世話になってる方たちのこう中で出させてもらって、うんうん、それも10分ぐらいやったんですけど、うんうん、もう黒ずくめで行ってきましたね。暑そう。暑い、俺裸足なんで。あ、裸足焼けるかと思いましたね。地面ってすごい暑いって聞きますけど、うん、なんか犬散歩させちゃダメって。あ、俺犬に勝ちましたね。いなかった。ライブ終わって暑かったなと思ったんで。あその時はじゃあそうそう、もう集中しちゃって、うん、集中しちゃって、あ危険な感じしますね、これからの季節は。確かに、なんか入れほうがいいかも。あ靴早急に用意します。ああ、ね、そっか、もうライブ三昧ですね、うん、じゃあかなり。そうですね、最近は多かったですね。ありがとう素晴らしい。ぜひぜひライブ出演の話、うん、はい、お願いします。何でもできます。さきちゃんも何でもできます。イベントとか、イベントとか何か機会があれば。なんか今日なんかそうね、ちょっとなんかインフルエンサーみたいな感じでね、出たらいいなってちょっと思ってます、ね、回しもできるので、全然できます。
裏方なら、はい、何でも準備もできますお弁当とか手配しもう本当の裏方のお仕事を、はい、最近実家に帰ったんですか？あ、そうですね、はい、私もゴールデンウィークちょっと実家に帰って、うん、まあ何をするでもないんですけど、うん、実家に帰ってなんかぼーっとしていや帰ってきました。また石拾えんですか、そこ？あそこ石、まあ拾え、オートマイは拾えますね。拾ってる人もいるみたいですね。うん、今回は石は拾わず、ただぼーっとだけして、何日間ぼーっとしてあ全然一泊二日ぐらいでぼーっとしてぼーっとする時間大事ですよね。ね、あとはそれこそその澤田さんと水谷さんと陶芸体験に行って、あれ難しかったですね。かなり脳みそ使いましたよね。なんかめちゃくちゃでっかいの作ってます。あ、はい、なんかでっかいのちょっとでっかい皿欲しいなと思ったので作りたいなと思って作ってみたけど大変だった。いや、なんか大変そうだったなって隣で見てて、はい、ね、結構、ね、13とか14とか、うん、そうですね。何センチなんだろうあれ。うん、結構範囲でかい、使える粘土を最大限使って、うん、むしろちょっと足りなくなってなんか途中もらってましたよね、はいはい、くださってました、どっからか、はい、あれ、あれ何用ですか？あれご飯用。ご飯用、はい、ご飯をいろいろ汁気のあるご飯を盛りたいなと思って。いや、あれだったら多分いけそうです、はい、いけますか ね焼いたらちょっと縮まるって言ってたんで、うん、どうなるかですけど。なんか、うん、オリジナル箸置きみたいなの作って。あ、そうですね、また、はい、可愛かったですね。 ありがとうございます。どうなるか、はい、楽しみ。いつできるんですかね、あれね。2ヶ月ぐらい、あ、どうなる、6月ぐらいって言ってましたっけ。うん、混んでるみたいでしたよね。まあ確かに、まあ、楽しかったね。楽しかったですね。澤田さんと水谷さんも上手な、うん、思い通りのものをそうですね、お二人とも作っていて、そう、あれあれ作りました。茶碗、ご飯茶碗、あ、ね、あれもね、どっしりしてて使いやすそうでしたね。そうそう、結構量入りそうな。俺そう最近白飯を食い出して、あ、今までご飯炊いたことなくて、え今日初めて炊いたんですよ。ああ、そうですか。なんか炊飯器くださいみたいな言ってました。そういうこともらえ、あずまったんですか炊飯器。いや、今フライパンでやってます。なくて、あ、確かに鍋でも炊けるって言いますもんね。そうそう、ちょっと絶賛体を変えてまして、肉体改造。米いいと思いますよ。あ、そうなんですか。あ、お米めっちゃ好きっすよね。あ、お米、そうですね、はい、米を食べようとしてます、あの、この頃。あれのアカウント名のお米、あ、そうですね、お米って書いてますね、はい、お米いいですよね。そっか、お米ほんと全然食べなかったんで。あ、なんかおすすめの食べ方ありますか？米ですか？筋子ご飯。ああ、いいですね、海鮮系。卵かけご飯。あ、タンパク質。あ、タンパク質なんですか？そっか。うんうんうん。とかかな。いいな。あ、そう、あとそれこそ昨日、はい、初めて立ちねぶた、ねぶたね、立ちねぶた見ましたね、お食事で。見ました。ああ、あの立ちねぶたの館ですか？聞いたことありますか？あ、去年。一昨年かな、初めて行きました。私もびっくりしましたね。あー、でかいですよね。めっちゃよかった。あー、よかった。なんかその一緒に行った子が、はい、立ちねぶたを作ってる子だったんで、はいはいはい、もうマジその人がガイドしてくれるんで。それは楽しそう。いや、すごかった、ね、かぐやっていうの知ってます？かぐやっていうねぶたの、立ちねぶたがあって、わかんない、ちょっと今見せますね、はい。そうそう、写真もパシパシ撮ってたんですけど、うんうん、この、あ、女性の、はいはいはい、見たことありますか？あ、見たことないですね。なんかもう今年で壊されちゃうらしいんですけど、なんかこれ、はい、あ、見るか、涙流してるらしいんですよ。泣いてんだ。そうそうそう、かぐや姫ってことですか？そうそうそう、なんかこうかぐや姫のやつとかがあって、月に帰ってしまうねえ。あ、あ、立ちねぶた、五所川原に行ったってことですね。五所川原市に。ねえ、なんかあんまこう作品、人の作品見て感動しないんですよ。写真見しましたね。あ、そうですか。ふわふわってなって。ああ、よかったですね、それは。うんうん。本物見たことあります？その時期のやつ。あ、見ました、一昨年。あ、見に行ったんですか？はい。
ああ結構そっちが地元の方っていうか。あそっかそっか。スケートでも見たこと全然なくて、うんうん、でも一昨年初めて見て、うんうん、なんか 桃鉄の立ちねぶたとかあって、桃太郎伝説ですか、うんうんうん、まあ、その作者っていうかの方が五所川原とか青森すごい好きで、うんうんうん、それで桃鉄のやつとかあって見ましたね。いや面白そうだ、うん、ね、夏楽しみっすね。あ確かにちょうどね、ねぶたとかと同じような時期ですけど、うんうん、初めての、あそう初めての夏っす。あんまり楽しみですね。じゃ あのちょっと腕が鳴りますね。ねえいいですよ。あの今ちょうどこれこそわらす、うんうん、わらせじゃないや、ねぶたラッセランドが、うんうん、アスパムの下にねぶた作る小屋がいっぱい立ってるので、確かに最近最近、あ最近、うんうん、はい最近です。みんな小屋入り、あそこにこう移動してきて作り始めたっぽいので、見に行くのも楽しいかもですね。行きたいですね、うん、確かに夏に向けて、夏に向けてね。そう去年初めてねぶた見て、うんうん、感動したな。ねいいですよね、やっぱ動いてるねぶたは。うん、ちょっとびっくりしましたね、あれは。ね、写真ではちょっと伝わらない迫力がね、ありますよね。すごいな、うん、ちょっと楽しみです ね、 ね楽しみだ。うん、8月、8月かもうちょい先もうちょい先、はい、いや5月、うん、そっか5月か今5月ですよね。あ5月か、早いのか遅いのか、あどっちだろう、早い感じもする。うん、だけど多分活動一緒に始めて多分もうちょっと半年ですね。ああそうですか。うん、あっという間に、あっという間に、ね、ちょうどちょうどというか TikTok の方も、うん、なんか1111人フォロワーみたいな、キリがいい、キリ番でしたね。なんかなんだかんだとじわじわね。ああありがたいですね、ちょっと、はい、うん、ね、マリコも順調に、順調に久しぶりに会いたいですね、マリコにね。俺も会えてないな、会いたいですね、マリコ癒されますよねマリコ癒されますよね。いや素晴らしい、うん、楽しみ、いい子はい、ね、結構話せた。おお今日は曲紹介はあどうですか。したくて、はい、そう桜とはなっていう曲なんですけど、桜とはだ、桜とはな、あ、とはな、とはな、うんうん、なんか、まあ、ダブルにミーニングで、はいはいはい、桜とはな、まあ、桜っていうな、うんうんうん、うんうんうん、ととはってその永遠とかけてて、はい、あそうこの曲俺楽器弾けないんですけど、はい、初めてピアノだけで作った曲で、でラップが多いんですけど結構歌メインでやって、はい、でPV も3パターンぐらい作って、おーすげー、 CG とかも作ったんです。うん、気合い入れたんですけど、うん、なかなか再生されなくて、ぜひ今回をきっかけに、はい、はい、聞いてください。はい、じゃあ愛さめで桜と花です。数えてるうちに君と恋をした、愛してる記憶だけどうか、明日もその先も息が切れて影が進む、下がる体温、怖い背中から落ちた翼が、ひとひなと窓の世界へ色を変えて今年の春にな、これから思い出す君はずっと同じ年のまま、誰か
が私との時間を忘れる語りかけてもまだ会話はできない。軽くなったのは体も大したことない。波ばかり闇はここに届かない。光に触れてる街の中で赤ちゃんの泣き声、今は青い音が鳴ちように出せ。あの日と違うこちらを見る目、大切な人にもしてあげて。憧れた窓の景色で元になった翼たちが花びらに風の中を踊ってる。ひらりの人と恋をしてた。桜は永遠へ、名前の私に愛をくれた。はい、ありがとうございました。桜とわなです。はい、桜とわな。これ桜、いつ桜の時期に作った？そう、去年の作って、ちゃんと物語も考えてて、なんかこう輪廻転生する話で、好きだったことがなくなっちゃって、はい、けどあなたのずっとそばにいたいからって桜となって生まれ変わって、いいですね、あなたのこと忘れないよっていう歌詞なってんですけど、なかなか再生されてなくて皆さんぜひ何回も聞いてください。はい、ちょっとあの自分で曲作ったのあれなんですけど、ちょっと難しすぎて歌が高すぎて、ラップもちょっとあるんですけど、ライブで一回も歌ってないんですけど、いつか歌います。すごい楽しみ。すごいっすよね、全部自分でやってて。いや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 、最近の悩みですね。悩み、なんかプロデュースしてくれる人が欲しいなと思って、なんかこう主観が強すぎて客観視って難しいじゃないですか。そうですよね、自分一人でやってると。誰かプロデューサー募集してます。コメント待ってます。はい、なんかあったら言ってください。わかりました。お前そうした方がいいぞみたいになったら。わかりました。アドバイスお願いします。はい、 OK です。できそうですよね。できるかな。うん、なんかコメント来てますかね。ちょっとこのお便りでも、お便りじゃないや、コメントへの返信もちょっとだけさせてもらおうかなと。なんて書いてあるんだ。はい、青森市に行く機会があったら澤田さんのショップに行ってみたいですとコメントくださって。嬉しい。嬉しいですね、ぜひ行ってください。なんか動画を作ってみかね。はい、はい、動画 見たよとか言うと澤田さんめっちゃ喜んでくれるじゃないかな。 ねえ、はい、あの本もあーですね、ね、なんだ、ね、マップもあるし、はい、見てください。ぜひぜひ行ってください、はい、うんうん。であれね、どんどん回っていきたいですよね。ね、20個ある。そうですね。はい、ぜひ。おいろいろ面白い、ま、あれ以外、そのマップに載ってるお店以外でもね、いろいろ楽しいお店いっぱいあるんで。最近ね、1個行きましたね、はい、カレー屋さん。カレー屋さん行きましたね。はい、美味しかったですね。いや、美味しかったな。あ、美味しかったですよね。美味しかったです。はい、まあ、もう貴婦人さん、貴婦人さん、はい、こちらの動画も絶賛、はい、鋭意制作中ですので。あれって今どの状態でしたっけ。あ、どうなってんだろう。ナレーション待ち。あ、そっか。はい、そうかもしれない。ちょっと考えます。はい、お願いします。はい、でここで進捗を確認するって、はい。あれね、なんか うん、そういう感じでお店もね、たくさん回れたらいいなと思うんで、うんうんうん、ですね、 TikTok の方でも
おすすめのお店とか紹介してくださる方とかいらっしゃったので、うん、そのあたりとかもちょっとメモしてますので、うん、ああそうだ、はい、言い忘れてた。何でしたっけ、あのアワスタで、はい、あのこの間お話しさせてもらって、はい、SNS の海広さん会いましたね。それこそね一番ね今有名と言ってね、よく出てくる、うん、いろいろ物知り兄弟、そういえば本当にすごかったです。ああそうですか、めっちゃ勉強、それこそ一緒の立場で言ってたってもうめちゃくちゃ考えられて、すごかったんで私とご挨拶できなかったので、うん、どこかでいいけども、はい、あのあれですちゃんとこうここでやってますみたいなので、ああありがとうございます。さきちゃんはここら辺にもいたんで、足元すぎるところに、いやいやいやお願いします。いやほんとね、ね、これからも頑張りましょう。はい、ぜひぜひ勉強しながらねえやらせていただきたいですね。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではでは、ちょっと今回のラジオへの感想とか、うん、はい、質問とかもなんかいろいろコメントや、はい、ね、やってみたい、やってほしいこととか、あとなんか行ってほしいお店とかあったら、ね、うんうん、おすすめのとかあったら、うんうんうん、お気軽にコメントなど、はい、何でもすぐ、はい、かなかなんかね、そうですね、実施するので。はい、よろしくお願いします。じゃあ OK ですか、ね、はい、じゃあちょっと締めの挨拶で、はい、はい、ちなみに次は次回ゲストまた、あ、ゲストなんか急っていうか初登場だと思うんですけど、はい、めっちゃいい人いるんで、ね、お互いのね、はい、そうですね、ちょっと、はい、はい、お楽しみということで、楽しみに、はい、楽しみね、じゃあ終わりにしますか。はい、はい、せーの、ヘバネー。女子冬に見た夢が春に叶えるために今日という日を大切にしたい。どこにいても同じ空の下、あの日のアメリカオルゴールみたいに波の音、遠くにいても聞こえるメロディー。テーブルに並ぶ